ミネキです。あ、なんかもう梅雨も明けちゃいましたね。もう私の大好きな夏がやってきました。でも今年はね、海水浴なんて行けないんだろうな。ハワイ行きたいよ、沖縄行きたいよ。なこと言ってもしょうがないんでね、もうとりあえずね飲んじゃいますよ今日も。ってことで今日のビールはこちら、アサヒの富士山。こっちもかっこいいでしょ。なんかこれはね、富士山の水で作ったビールだと思ってたの。でもちゃんと読むと、富士山の伏流水で育った米を使ってるんだよね。だから日本酒っぽいのかな。なんていうかライスの香りするのかななんてちょっと今期待してます。ってことで開けちゃいますよ。実はね、グラスはハイネケンなの。もう本当にね、この時期風邪ひいたらね、ややこしいんで、皆さん本当気をつけてくださいね。危なくね、引きずり回されるかね、貼り付け火炙りにされるとこでしたよ。今なんかね、風邪ひいたりさ、咳なんかしちゃったらもうね大変。あの魔女狩りだからね、平成じゃねえや、令和21世紀の魔女狩りされちゃうから、本当皆さん気をつけてくださいね。結構しっかりしてる。香りはね、普通のビール、別になんかお米っぽいとか日本酒っぽいっていうのは感じない気がするね。ってことで飲んでみましょう。本日もお疲れ様でした。乾杯。米感はあまり感じないけど、感じるのかな。どうやったらこんなにまろやかになるんだろう、どうやったらこんなスッキリになるんだろうっていうぐらいスッキリまろやか。本当にね、苦味もしつこくないし、サラッとしてる。サラッとしてて飲んでる時にそんなに苦味感じないんだけど、その割に飲んだ後余韻に苦味が結構残ってるっていうね。なかなかいいんじゃないですかこれ。いいよ富士山、これはねいいですね。ジャパニーズプレミアムエールって書いてる。パッケージもいいじゃないですか。これいい。国産原料 100% しよう。まさにジャパニーズビールね。さっきね、ちょろっと映ってたかもしれないけど、これ、今ここにね、実はね、スイカがあるんですよ。ほいで、ここに、あの、レンチンしたね、トウモロコシがあるのね。昨日はね、このラインナップにプラスね、桃がついてたんですよ。で、自分の好きなもんばっかり買って食べるんで、この時期ね、スイカが大好きだから、いつも本当にスイカばっかり食べてんの。で、桃はさ、ちょっとお高めなんだよね。2個で700円ぐらいするじゃない ?680 円とか。なんか700円、800円って。するとね、ちょっとなんかやっぱり躊躇しちゃうんでね。1本1000円のビール買うくせに、
2個でね、700円、800円の桃はね、ちょっとね、勇気がいるんだよ。でもたまにね、もうどうしても我慢できないと思って買っちゃって、食べるんだけど、あとこれをね、あのレンチンしたコーン、あと、薄い皮を1個の1枚残して、水でジャバジャバしてレンジで5分。で、お手軽に食べちゃうんだけど、昨日思ったのが、そのトウモロコシ、スイカに、あの、桃、並べてさ、ビール飲んでるとさ、なんか、お供え物みたいだよね。自分がなんかね、尊い仏様になったようなね。自分で自分にね、なんだっけあれ、お供え物をあげてるみたいなね、変な気分になっちゃいましたよ。まあ好きだからしょうがないんだけどね。で、結構ね、偏食っていうかね、これが好きって言うと毎日それ食べちゃうんですよ。で、まあだからスイカほぼ毎日食べてますね、今ね。で、なんだっけ。食べかけ。ズッキーニまた食べてる。食べかけあんま綺麗じゃないから映したくないからちょろっとね。カツオのたたき。まあ、これにね、あと唐揚げとかね。焼き鳥もう大体そんなもん最近はそこにねちょっとあのたこ焼きが入ってきたって感じなんだけどね、本当にね、まあスイカ食べれるのは今のうちだしね、今のうちにガンガン食べておきますよ。で気分はねもう夏ってことでね盛り上がっちゃいます。でもほんとこのビールは大人のビールな感じがする。あのさ、あれだよね、よくほらお中元とかお歳暮ちょっとほらお高めのビールとかをこう箱に詰めてっていうのあるじゃない。これねいいと思うよ。お中元になんかすごく富士山っていうだけでなんかめでたい気がするじゃない。とってもいいと思う。お歳暮用にこの箱詰めバージョンもあるのかな、もしかしたら。もしないんだったら、いいと思いますよ。とってもね、喜ばれると思う。見た目もかっこいいし、なんかめでたいし、味がね、相当リッチな感じがする。相当なんか大人な感じ。はつらえる。はつらえる。あつらえるっていう言葉も合ってんのかな。なんかね、年上の人とか上司とか、こう、ごますりしたい人に、あつらえるビール。あつらえるのに、違うな。なんか違うね。まあいいや、雰囲気伝わってくれたら嬉しいな。ハイネケン見えてる。わざとに炭酸、微炭酸にしてるのかな。本当にね、シルクのような感じよ。なんか、シルクビール、シルキーだね、シルキー。飲んだらね、私が何を言いたいのかがわかると思います。ってことで、これはね、まだ飲んだことない人、一度飲んでみて、ちょんまげ。ってことで、今日のビールは、富士山。朝日の富士山でございました。本日も美味しいビールありがとうございました。またすぐ会いましょう。じゃあねー。See you, bye.